今日出かけるときにゴミを捨てていこうと思ってスーパーのゴミ袋にゴミを入れて家を出ました。そしたら目の前を乗りたかったバスが通り過ぎていって、あっ、そのままゴミを片手にバスに乗りました。40分かけて町へ出ました。でもどこにもゴミ箱がなくて、コンビニすらもゴミ箱がなくて、ずっと捨てられないままゴミとともに街を歩きました。たまにそういうことがあるんですが、ゴミを持った私を見かけてもそっとしておいてください。明日はライブ。